には高齢者も大勢いる。何かわからない患者さんを待つより患者さんがいるところで診療したのに、病院だってずっと動くだろう。介護と医療をもっと密接に連携すればみんなウィンウィンだ。田島先生には訪問診療から外されても諦めずに頑張ってきてもらいたいね。もちろん。どうしました？なんて